はい、どうもトムです。超懐かしいロコロコ買ってきました。300円で、税込みで330円ですね。なんか転がしてゴール目指すみたいなやつだったっけな。ちょっともう忘れちゃったんですけど、なんか仲間集めてどんどんなんかお手玉みたいなやつを大きくしていくっていう感じですよね。で、子供の頃なんてストーリーなんか見てないですから、やっぱ大人になってもう一回ね、ストーリーから見るっていうのはなかなか楽しいものですよね。なかなかね、やっぱもうピラミッドを作りたいんだが、周りが言うことを聞いてくれないみたいな。あー、こういうやついたな、ウイルスみたいなやつね。あらららららら、あれグロいな、なんか跡形もなくなるっていう。地球ね、これ。はいはいはい。オーストラリア大陸に一匹の、傾ける。地球を傾ける。私は地球なのかな、したら。はい。よくわかりませんが、大地を動かせる存在ということですね、私は。でもこれバラバラですけど、くっついて大きくなることもできるっていう。チュートリアルからかな。ロイロイ、ロコロコ友達。なんか花みたいなのを取ると、取る増えると、こいつが。たくさん増やしてゴール目指そう。あー、なんかね。あー、なるほど。あ、こんなんだったな。なんかジャンプとかできんのかな、これ。どうすんの、これ。あー、あ、そう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 。そうそうそう。なんかジャンプすんだ、こうやって。あーそうだ、そうだ。あ、あれ取れる？ほっ。ほっ。ほっ。うまい。ほっ。いいよ。なんかパーフェクト目指したいよね、とりあえずね。はい。あれ、何？長く押してみる。何のチュートリアルだ？ジャンプできるよってことかな。うわ、懐かしいな。これはどうすんの？長押しだったっけ？あ、違う。どうすんの？丸をちょこっと押してる。あ、バラバラになる。うわぁ、ピタコラスイッチだ。で、丸長押しで、でかくなる。あ、ちょっと。簡単操作でやっぱ子供でも楽しめますよ、これは。あ、バイバイ。難しい、ここ。全回収したい。あ、上にあったんだ、これ。よしよしよし。かなり大きくなってきた。よし。いいぞ。ほっ。え？ロイロイを見つけるといいことがある。なんか食べた。ロコハウスのパーツだよ。なんかそんな要素あったんだっけ？全く覚えてない。はいはいはい。はい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 。あー、なんか気持ちがいいな。これなんだ？あ、バラバラ？オッケーオッケー。オッケー。いいよー。全部いるかこれ、ほんちゃんとに。ちゃんと全部いるかこれ。はいはいはい。全回収、全回収ね。わー。あ、まだ一匹来てない。オッケー。多分全部いるんでしょう。わかりませんが。気をつけて。落ちるなよ。うまい。なんだ。お、風に乗って。あららららららら。ハートになってね。ブルーインパルスみたいな。はい。何かしら取って、20匹ぐらいいるのかな？あと2匹ぐらいかな？なんかパーフェクト取りたいですよね、ここまで来たら。はい。なんかゴールっぽくない？大丈夫？まだ。え？どうすんのこれ。やばい。反り立つ壁がある。あ、終わった？何？ゴール分かりづらいし、何なの今の。まあ、みたいなの。はい。18匹です。これはパーフェクトなのかな？あら、やっぱり足りない。嘘。見逃してた。あらららら、そっかそっか。あー、はいはいはい。2分半。やったね。次のステージに行けるよ。はい、スタート。ロコロコもね、まあね、2とか出てますからね。意外と人気あったのかもしれない。しかもリメイクまで出てるよね、確か。これなんか上なんかありそうじゃないこれ。やばい。取れないな、これな。上行っています。どうだ、何もない。
なんもない。なんもないね。ほっ。よーし。すごい上達ぶり。いいよ。ゆっくりでゆっくりでいい。もうルート上にあるやつはね、当たり前のように取れるんですが、これ、行っちゃっていい？もう、上行けないか？はっ！行けないね。オッケー。はいはいはい。まんべんなく散ってもらって、今7分ね。よし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 。ゆっくりでゆっくりで。あ、時計ある。なんか変な鳴き声。あ、こっちから行ったら危ないからこっちから取りたいよね。よし。オッケー。オッケー。なんもないか。お、お、お、お。俺は大発見。やばい、メール来たけど、確認できない。あ、あ。ほい。おお、なんか見たことある、これ。懐かしい。はいはいはい、オッケーオッケー。これなんだ？これなんだ、これ。これ何？教えて、これ。これ何？バラバラになったらいい？あ、出てきた、出てきた、出てきた。ハートになったね。なるほど。こういうギミックもあるから、さっきのステージもいろいろあったのかもしれないね。もしかしたらね。ほっ！ヒップドロップ。逆かなこれ。頭で叩くパターン？なんかいるぞ、あそこに。おもむろに。スターコインみたいな感じかと思ったのに、意外とちゃんといるね。はいはい。ロコハウスのパーツ。なんだあれ。水溜まりみたいな。ポイーンってことだよね。はーい。11匹か。はいはいはい。取れるか。よし、オッケー。なんだあれ、どういていくの。あ、なるほど。わあ、そこで5匹も手に入んの。でかいな、これ。ほっ。うー。17です。かなり低くなってきた。はい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 。やっぱこれ20かな、20なのかな。これ何？何これ。どうすればいいの。少しじっとしてみる。はい、すいません。じっとしないんだけど、こいつら。あ、なんか積み重なってる。なんかすんのかな。立ってる。うるさいってこと？踊るってこと？こんなの絶対初見だったらわかんないよな。どういうことなの？まあいいんだけど。あと一匹かな？どうだろう？あれ、あ、あれ気になるな。これ違うか？あ、違うね。なんか出てくるかなと思ったの。やばい。結構難しい方。うわ、引っ張られてる。やばい。よし。やばい、あと1個。20だったらあと1個だぞ。いる？どっかに。はい。やばい。あ、いた、今いた、見えた今。うわー、マジか、戻れないよな。うわ、手振ってた今。完全に手振ってた。うわ、なんだ、やりづらい。取りたい、あれだけは取りたい。よし、いいぞ。気持ち悪い地面。ほっ。よし。うわ、手振ってたわー。あ、終わっちゃったかな、これ。終わったな。あらららら。そういうことね。あの、ロコパースっていうのはなんかあれなのかな。どうもりみたいな感じにできるってことなのかな。やっぱパーフェクトは難しいか。まあ1話目だからこんな感じかな。いやでも面白いね、やっぱね。まあ今はこんな簡単にクリアできるけど、だんだん難しくなっていくって感じですよね、多分。まあということで、懐かしいなと思われた方は、ぜひ、チャンネル登録の方よろしくお願いします。じゃあ、したっけね。